はい、前回からところ変わって今回日本です。日本のここは、うちの、まあ、事務所ですね。個人事務所的な感じでマリーナの隣にあります。まあバスボートの話、話し出すといろいろなことがあるんですけども、バスボートってその、まあ、日本にあるバスボートって、まあ、僕が見たことあるやつ中で一番古いやつで言うと1984年とかそれぐらいが一番古いのかなと思うんですけども、シリアルボートの右後ろを見てもらうと、US から始まる、片押しプレートみたいなのがついてるんで、それを見ると基本的にはアメリカのからの輸入ボートであれば、メーカーと年式ぐらいは分かるようになってて、ある程度の年式以降、まあでも2000年以降ぐらいになると、ディーラーは、そのシリアルを、オンラインのシステムに打ち込むと、どこから出たボートっていうのがある程度分かります。なんかそれほど正確でもないんですけどね。まあ、僕らはそれを、まあ、確認して、正規輸入モデルなのか、まあ、中古並行として輸入されたものなのかと。まあ、中には新定並行というのも、ありますけども、そういうものをチェックして、パーツの手配とかをさせてもらったりとかしてます。そうですね、ボート自体は、こう、どうですかね、琵琶湖でもう、だけでも、3000艇とかあるんじゃないですかね。昔、僕がまあボート買った頃でもまだ全然少なくって、もうバスボート見るだけで興奮してたような時期がありましたけども、今はね、やっぱり琵琶湖だけに限らずいろんなところでバスボート見るようになって、一時期はリーマンショック直後の円高があったんで、あの時にドカンとボート入ってきましたよね。その時はやっぱり、新艇もよく出ましたし、中古並行もたくさん入ってきてて、日本にボートが増えて、それはいいことだなと思います。中古並行ね、その当時ブログとかにも書きましたけど、中古並行を批判するつもりは全然なくって、まあそれが、まあディーラー、正規ディーラーという立場を考えると好ましくはないんですよ。そのアメリカのメーカーともそういう話にはよくなりますし。でも、まあ個人のお店というか、そのお店ないし会社が、まあ自己責任で輸入して自己責任で販売するものを、けじつけるというか文句言うような立場でもないですし、それもね、その当時すごい聞かれたんですよ。並行輸入、中古並行どうですかと。中古並行になって、どうですかっていうのはもう業者に聞くよりも、その人自身の問題で、まあ、中古並行なんですよ。もう最近はね、為替の問題だったり、いろんな問題が中古並行って極端に減ったと思うんですけども、例えばまあ、お客さんがそれを買って、その時にまあ、僕が回答として返してたのは、まあ、今みたいな極端な円高の時期ってそんなに続くもんではないので、それが円安に触れて、まあ、通常の為替相場に戻った時に、そのお店があるかどうかを考えてみてくださいねと。で、そのお店がないと、やっぱり、アフターサービス、アフターケアとかにも、支障をきたす場合がありますし、その辺はもう、買う人の判断なんで、そっちの方が安くって、まあ、正規門よりも安くって、その当時は言わなかったんですけど、なぜ正規門より安いかと、同じように為替としては、円高だったんで、まあ、新店はもちろん随分安くはなってましたけど、でも、その瞬間、例えばまあ、今なんで言いますけど、50万円残ればいいと思って、売り切りみたいな逃げ方みたいなことは悪いですかね。でも実際にやっぱなくなったお店いっぱいありますし、中古並行メインでやってて、メンテナンスはできないけども、検査はできて、そのまま、その問題があっても直せはしないけれども、その場で売って、でも、安いですよと、の売りに、他のところより50万安いですよっていうのを売りに、その場で売って、そこで利益を稼ごうというお店と、まあ、アフターケアも含めて適正な利益をいただいて、で、
その後、それはまあ、保証っていうのはそのボートの状態とかによっても変わるんで、まあ、中古の場合ほとんど保証っていうのはないと思うんですけど、保証がないから同じかというと、そうじゃないと思うんですよね。お店が実際に10年経って、まあ、この10年ぐらいの間に亡くなったお店がいっぱいあって、そうするとアフターケアが受けれなくて、結局安かったけども、いろいろ困ったっていう話もやっぱり聞きますし、まあ、車とかでも同じですよね。日本はもう随分、こう減ったと思いますけど、昔はやっぱり、ね、何年前ですか。25年ぐらい前って、アメ車ブームがあって、アストロとかね、僕も乗ってましたけど、いっぱい入ってきた時期あるんですけど、あれ、ビンナンバーで、フロントガラスのところに入ってる番号を見て、アメリカのサイトで調べると、履歴が全部わかるんですよ。で、そんなことを、まあ、僕は調べ好きなんで、調べたんで知ってましたけど、知らずに買って、もうアメリカで30万キロ走ってたものが、日本に帰ってきた時に、輸入車新規で登録されるんで、その時に距離を巻いていると。いうことになって、まあ今はね、よほどのことがないとは思うんですけど、その辺も結局、お客さん自身がそういうリスクも踏まえて安いから買っとこうってなるのか、その業者さんを見て買うのかっていうとこ次第かなと思うんですね。なので、まあ、車でもね、僕も自分で車も輸入したことありますし、それこそ、ボートを輸入するよりもっと前に、車を輸入したことがあります。それは1台を自分で乗るためにフォードの2014年の、150が新しくなった時に RM も輸入しました。その前もピックアップ乗ってたんですけど、150乗ってて、でその150乗ってた150を売って、150で F150 ですね、売って、2004年にガラッと変わったフロアシフトになったコラムじゃなくてフロアシフトになったのがめっちゃかっこよくて、僕的に言うとね。で、それをアメリカ行って買って持ってきて日本で予備検査やってっていうのをやりましたし、まあそれやった頃にこの業界の方にも頼まれて、それはその当時タンドラのステップサイドかな、普通の後ろがなんかモコモコってなってるやつがあって、そんなのも入れたことありますし、でもそれもやっぱりこう知り合いのやつなんで、まあ向こうへ行ってトヨタのディーラーでビンナンバーチェックをして、ファックスリポート、何やったかな、最近してないんで忘れましたけど、そういうリポートがあるんで、それで全部履歴を調べて持ってくるというようなことはしましたし、まあボートの場合もね、そこでリセットしてしまうと、その例えばコンピューターゼロに戻したりとかいうやつもやっぱあったと思うんですよ。明らかに状態からするとこんなエンジンアワーじゃないなみたいなのもあったりとかしたんですけども、でも結果的にはその買う人やっぱりね、残念なことですけど、中古並行でオーダーして結局船来ずにお金だけなくなってしまったみたいな人もやっぱりいて、それはねやっぱこう残念やなと思います。中古並行自体は別にちゃんとやって、そのボートの整備のできる業者さんがやって、その後もアフターケアするんであればいいとは思いますけども、でもやっぱりちょっとリスクは高いのかなと思います。わからないんでね、どんな状態で使われてたか。で、仮にわからなかったとしても、そのお店さんが信用できるお店やったらいいと思うんですよ。ちゃんとしたケアをしてくれたりとかすればね。でもそれがそうじゃなくて、その当時はボート屋さんじゃないところも結構売ってたんで、そういうのも残念やったなと思いますけど。